吉田平治8月10日から1975年1月8日は人形浄流璃文楽の人形遣い。兵庫県淡路島出身。1883年8月10日に生まれ、12歳の頃から地元淡路の六多遊座に席を置く。兄3人が人形遣いで一番上と三番目の兄が文楽座と大阪堀江座に席を置いていた。二番目の兄は初代。 桐竹門十郎の門下で、桐竹門五郎を名乗った。自身も12歳で、兄の桐竹門五郎に頼って、1902年8月より、大阪ホリエザに席を置く、間もなく5代目、吉田平吉の門下になり吉田輿を名乗る。初めて番付に乗った時は、セリー伊勢物語のありわらの成平や、五大平記白石話の大蔵などを務めた。 1909年4月に同座で吉田平次、翌月5月には吉田平次と改名。1911年1月一旦地元の六、田雄座に戻り5月に元の堀江座の一員が近松座にいる座するために誘われ、1912年正月より近松座に移籍。この頃は国船や合戦の当人、野崎村の下女をよしを務めている。 翌年の1913年1月から1916年12月まで、再び六田ユーザー、1914年からは、竹豊座に席を置き、野崎村の旧将、本二24校の濡れ衣ぬ遠い役を務めるようになる。しかしだんだん早くが多くなりアニモン五郎が工場専門だったこともあり、自身も工場専門になる。戦後になっても淡々と舞台を務め、 1949年に文楽は委員会と三和会に分裂、平時は委員会に属した。1966年に君七党、青色東洋賞を受賞。晩年は高齢で舞台の回数が減り、1975年1月8日に故郷淡路島の自宅の薬屋で没。ありがとうございます。